まちです。ピリピス。動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、皆様、2020年もももちの癖が強すぎたチャンネルをご覧いただき、本当にありがとうございました。2021年ももも癖チャンネルを第2どうぞよろしくお願いいたします。ということで今回は、なんと、2020年最後のぶっちゃけ質問コーナーをやっていきたいと思います。2020年最後の動画をね、何にしようかとめちゃめちゃ悩んだんですけど、せっかくならちょっとこう NG なしでぶっちゃけでみんなの質問に答えながら2020年を一緒に振り返っていこうかなと思います。今回はこんな感じで Instagram のストーリーズの質問機能にて皆様から質問を募集したんですが、めちゃめちゃたくさんの質問をいただきまして本当にありがとうございました。ということで質問をたくさん回答していこうと思います。動画の最後には、ももちスペシャル福袋企画もやりますので、ぜひ動画は最後まで見てね。それでは早速動画、いくぞ。いつも楽しい YouTube で大好きです。いちごキラキラ。編集に一番力を入れた動画は、これはね、ルックブックの動画めちゃめちゃ編集にこだわりましたね。でもね、これは編集者さんにやっていただいた動画なので、ももち自身がフル編集した中の動画でめちゃめちゃ凝ったのは、スタイルブック発売のご報告動画から、みんなの気持ちをしっかりと込めて、涙を流しながら何日もかけて編集したし、動画の最後にね、こんな感じでみんなへのメッセージとかも入れてるんですよ。ももちが編集する動画だから、こういうのが入れれたんじゃないかなと思うので、編集に力を入れた動画かなと。あらら、コラボしたい YouTuber ヒヨゴンさんとめっちゃコラボしたい。ヒヨゴンさん大好きなの。世界のコメディアンヒヨゴンです。あとは仲間ちゃんやちゃん最近めちゃめちゃ大好きだからコラボしてみたいですね。あとは前からめちゃめちゃ大好きなヘアヘア三重視のアリシャンさんともコラボしてみたいです。ちょっと美容院のももちから失礼しました。ももち的に今年一番嬉しかったお仕事は、これはねめっちゃ悩むんだけどね、まず1つ目はスタイルブックを出したことで、その私のスタイルブックの中にアンジュルムの佐々木里香子ちゃんとのね対談ページをやらせていただいたこととか、キャンキャンの雑誌の紙面に4ページぐらいももちだけのページをね何回も持たせていただいたこと、一番変わったと思うところはかっこ性格外見好みなど点々かっこ閉じる全部かな。2020年めちゃめちゃいろいろ変化があって、まず性格的にはやっぱ去年よりもねこうたくさんみんなのおかげでお仕事がいただけるようになって、コラボの動画とかねすごく大好きだったブランドさんとのコラボ生配信させていただいたりとか、雑誌に出たりとか本出したりとかプロデュース商品作ったりとかたくさんした中で、やっぱりこうももちという人間が大きくなっていく中で絶対こう牛山桃子っていう部分は変わってはいけないなっていう改めて自覚をすごくしました。やっぱりこう相手の気持ちをちゃんと考えてから物事を発したりとか、友達をめちゃめちゃ大事にしたりとか、ももちのことが好きって言ってくれてももちのために時間を使ってくれるファンの子を改めて本当に大事にしようと思ったりとか、こう自分の性格というか自分の芯というものを改めるようになりました。で、外見はね、私めっちゃ痩せたの。一番マックスの体重から考えたら7キロぐらい痩せたので、あと歯科矯正したの。歯はね、直したんですよ。わかるかな？こんな感じ。歯科矯正したことによっても、今まではこうね、思いっきり笑うのがちょっとね、コンプレックスだったりとか、自分の歯並びがよく見える顔の方向で動画を撮ったり、写真を撮ったりしてたんですけど、歯が治ったことによってね、それの悩みがなくなったから、よかったなと思います。あと、好みなどって書いてるんだけど、好みはね、私今24歳なんですけど、来年の4月で25歳になるんですよ。昔は結構デニムに T シャツにキャップに三つ編みに羊ヘアとかしてたんですけど、YouTube 始めた時はね22歳とかだったので、ね、年齢を重ねてきたので少しこう大人っぽいスタイリングお洋服を着るようになったのが自分の中では変わった点かなと思います。ね自分の年齢とともにね少しずつ自分を変化させていかなければならないなと思っております。今年会えなかったももち芸人に一言、もう本当に私これめちゃめちゃ悲しくてさ、みんなにめちゃめちゃ会いたかったし、今でもめっちゃ会いたいし、明日も会いたいし、明後日も会いたいし、来年は絶対会おうね。ももちの中で今年で一番流行したお洋服やメイクが気になり、今噛んだビックリマーク、韓国コスメとか韓国服とかにめちゃめちゃドハマりしましたね。自粛期間が長かった中でねお家にいる時間が多かったから、韓国ドラマとか韓国アイドルとか見る機会みんな増えたくない？その中でちょっとね可愛い韓国人になりたい、みたいなことを思って、韓国コスメとか、韓国服にハマったかなと思います。ももちオリジナルブランドとか立ち上げてほしいです。あとキラキラ。その予定とかありますか？いや、2021年はね、これ本当に目標にしていて、カラコンのブランドをプロデュースしたいし、コスメのブランドもプロデュースしたい。みんなで一緒にももちの夢を叶えに行こうね。今年一番辛かったこと。私今月の12月3日にね、ももちの癖が強すぎたボンっていうスタイルブックを出させていただいたんですけれども、1週間でギュッて詰めて撮影した時に、YouTube の撮影も YouTube の仕事も生配信の仕事もつつ、撮影がこう朝の5時集合で9時半とか10時に終わって、そこから毎日22時のインスタライブして11時になって、そこから終わってない仕事をまた3時とか4時までやって、また撮影5時からみたいな感じのが1週間2週間ぐらい続いた時があって、その時は結構きつかった。いろんなことに挑戦されていた年だと思いますが、1年で一番成長したなと思うところはありますか？ニコハート。私はね、2年前ぐらいにアパレルを辞めて SNS をお仕事にしようと思って東京に来たんですけど、その頃からね、自分のことをファッションダイバーっていう肩書きを作って、私はファッションダイバーだって言いながらずっと活動を続けてきたんですけど、最初はね、ファッションダイバーって何みたいな、まずライバーって何みたいな、アホじゃないのみたいな感じのね、やっぱ風潮があったんですよ。やっぱみんながしてないことを独自で始めるって、やっぱそういうね、意見が来るのは仕方がないことだと思うんですが、まあ、最近はいろんなお仕事の場面でファッションダイバーですって言っても、なんか周りが結構認めてくれるようになってきた気がしていて、ももちイコールファッションダイバーみたいなイメージが、やっと2年かけてファッションダイバーってものを浸透させれているのかなと思って、それがちょっとこう成長したなって思う点ではあります。YouTube やめたいと思った瞬間はありましたか？いや、ない。一度もない。今のお仕事をしようと思ったきっかけは何ですか？はてな。未だにやりたいことをやるべきか悩んでいます。これについてはですね、私過去にこんな感じで、ももちのことを好きな人以外見ないでくださいっていうブログを書いておりまして、私がなぜ SNS の仕事を始めたのかとか、そういう詳しいことが書いているので、よかったら概要欄から見てみてください。ももちのおかげで彼氏できました。びっくりラフェー。本当におめでとう。めちゃめちゃ彼に会う時にもっともっと可愛くなれるように、メイクとかファッションとかヘアとか、ももちがたくさん発信するね。クリスマスの予定は、実はね、こんな感じで GU さんのライブコマースのお仕事をさせていただきました。クリスマス仕事ってめちゃめちゃ嬉しい。来年の抱負、びっくりハート。一番はね、プロデュースをすごくしたいなって思ってます。なんか自分のこう、プロデュースブランドっていうものをやってみたいなって思っています。まあ、あとは、もっともっと雑誌にも出たいなって思いますね。いつも普段はこうね、YouTube で動いてるももちを見せているけど、なんかこう、紙面で伝えられるももちなりのファッションのやり方とか、メイクのやり方とか、なんかそういうものを含めて、もっともっと雑誌に出てみたいなと思ったし、なんかももちがね、キャンキャンとかラルムとか出た時に、ファンの子がめちゃめちゃ喜んでくれたの。それがすごく嬉しかったから、なんかもっと雑誌とかね、ウェブ CM とかさ、広告モデルとかさ、そういうのになったら、なんかファンのみんながもっともっとこう、日常的にももちをいろんなとこで見る機会が増えて、みんなをこう、ワクワクさせられるんじゃないかなって思うので、そういうのをしてみたいなと思います。なので2021年はいろんなところでももちを見つけてもらえるようになることです。ももちの考える今年一番のベスコス&お洋服。これはですね、私2020年のベスコスとベスファスっていう動画を出しているので、よかったら概要欄から見てみてください。ぶっちゃけ今年恋愛した？最近チューした？やばい、大丈夫かな。今年一番恋愛系でドキドキした出来事。キャーキャー。男の人と2人でご飯に行った時に、僕、次会った時に告白しますって言われたこと。彼氏にしてほしい服装は、私ね、バケハを深めに被っている男性がめちゃめちゃ好きなの。もうこれ完全に性癖かもしれないっていうぐらいめっちゃ好き。あとはね、短パンに長い靴下履いてる人とかもめっちゃ好き。韓国スタイルがめちゃめちゃ好きかも、最近は。K-POP はどこのグループをしてますか？ももちのおかげで、絶賛韓国ハマり中です、わらわら。えないぷんちゃんです。推しはですね、トモ、ジャワニ、ニキです。質問じゃないけど、この1年でコラボ服発売したり、青汁発売したり、本出してくれたり嬉しかったな。私この質問を見つけた時に、本当に嬉しくて、マジで今も泣きそうになるぐらいめちゃめちゃ嬉しかったの。こうやってももちがやりたいことをこうどんどん夢を叶えていくことを心から親身になって喜んでくれる、幸せな気持ちになってくれるファンの子がいてくれることが本当に嬉しくて、本当にありがとう。こういう心をももちのために持ってくれてる子たちに親身に寄り添っていきたいですね、これからも。自分あざといなと思いながらついやっちゃうことってある？ちょっとね、本当は言いたくないんだけど、こうやって相手の目をじーっと見つめる。待って、やだ、もう。みんな使ってみて。以上、2020年最後の NG なしぶっちゃけ質問コーナーでした。そしてここからはお待ちかねのももちスペシャルお年玉企画でございます。新年一発目のお年玉企画として、ももちの私服全身コーデが入ったももち福袋を抽選で10名様にプレゼントさせていただきます。応募方法の概要は Twitter に載せておりますので、ぜひそちらを見ていただけると嬉しいです。みんなたくさんの応募待ってるよ。本日もお忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。明日1月1日はめちゃめちゃ楽しみにしていた動画をアップするので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは2021年のももくせチャンネルで、せーの、お会いしまーす。よし、バイバーイ。ディディディンス。2020年は本当にありがとうございました。2021年もみんなと一緒にめちゃめちゃ楽しく、ももちの癖が通じてきたチャンネルを作っていきたいです。いや、本当にこの1年ね、みんなと一緒にファッション動画だったりとかメイク動画だったりとかヘアアレンジ動画だったりとかゲットレディウィズミーとか、もういろんな動画を一緒に作れて本当に楽しかったし、みんなとたくさんの思い出が作れて本当に本当に幸せな1年でした。2021年はもっともっといろんなことにみんなと一緒に挑戦していきたいです。来年もももくせチャンネルを一緒に楽しく作っていこうね。みんな本当にありがとう。